重盗法の改正に伴い所持の猶予期間が今日で切れるクロスボウについて無許可で持っている場合は警察に相談するよう呼びかけています。今年3月に施行された改正重盗法ではクロスボウの所持が許可制となります。所持の猶予期間は今日までで明日以降は家で保管している場合でも不法所持となり。 3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます県警では県内すべての警察署で無償で回収をしていてこれまでに188本回収しています警察ではクロスボウを持っている人は事前に連絡の上相談してほしいと呼びかけています